能登国分寺は、かつて、能登国に存在した、仏教寺委員。能登国分寺跡の空中写真。2014年。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。近藤後、能登国の国分寺は、定学寺の大公寺を前身とする。 太公寺はこの地方を支配した能登神の一族により、飛鳥時代末期に建てられた。843年、能登国史に赴任した春江王により、太公寺を国分寺に昇格。741年に、聖武天皇が国分寺建流の御事のりを発布してから約100年、経てからの建流であった。882年、雷による火災に遭い、1532年、 畑山吉武が、米一石を寄進している。大正時代に発掘調査が開始され、1970年から、本格的な調査が行われた。1974年に、地域南方の建物群跡を含め、野と国分寺跡二建物群跡として、国の史跡に指定された。寺跡は、史跡公園として整備され、1992年に、 のと国分寺公園として開園した。公園内には、難問と塀の一部が復元され、中門、近道、五十頭、行道、回廊などの跡が表示されている。また、出土品や復元模型などを展示するのと国分寺展示館がある。周辺、ありがとうございます。